丈夫大丈夫、どうした、ちゃけるよ、うわ、やばい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 、やめてやめてやめて、やばいって。今日今回料金いいんですけど、もうちょっとアクセルに来させらんないっすわ。ちょっとそれなんで、今回ちょっと申し訳ないっす。もういいわ、もう。ありがとうございました。前回のあらすじ、事の発端はとある男性から番組宛に送られてきた一通のメールから。はじめまして、突然ですがホスト TV に出演しているアクセルの水木玲斗さんに一目惚れしてしまい、今度初回で行こうと思うのですが、その様子を撮影していただけませんでしょうか。ホスト TV スタッフは彼にアポを取り、後日アクセルへ行くという彼と共についていった。そこで語られたのは、え、結構ホスト TV 行くの？ホストはでも何回か。あ、マジで？どれぐらい使ってたの？あ、私すごい。え、すごい、いくら？3億。どこのお店がでも一番良くて一番良くなかったとかある？良くなかったとこは、え、なんでなんでなんで？長いマイクが。あそこも小さかった。え、じゃあそういうことがあったってこと？またあったね。彼の凄まじいホスト遊び。しかし、彼は憧れの水木レイトに舞い上がってしまったのか、はたまた飲みすぎか。ヘルプについたホストに過度のセクハラ行為、そして罵倒を繰り返してしまった。あ、無理だね。いやいや、グラスかけないかわかんないでしょ。ちょっと撮ってみてよ、メガネ。メガネ取るよ。もうどこ行って、はい、どこ行って。だが彼はさすがに反省したのか、一本の高額シャンパンをオーダー。しかしこのシャンパンが事件の発端となってしまった。今日もうまたシャンパン入れたじゃん。だからさ、なんていうの、この後行けるの？行ける？どこに？だからあったよ。まあ、ご飯とかだったら。いや、違うよ、ホテルだよ、ホテル。ホテル行きたいね。行けない。ホテルはちょっときついかな。いや、なんで、なんで。急にホテルはちょっときついかな。なんでよ、この疲れが、この疲れ男が。ホテルなんて、私3億使うんだよ。3億今月使うって言ってるのに、ホテルも行けないの。金じゃないから。だから、もう、じゃあ、金が食べられなくてよ。今。今無理だよ。ホテル行けないでしょ。今しかないじゃん。いやいやいや、やめろ。やめろ、やめろ。サムライさんよ。いいやだよ。いやいや、もう、あんた、いいわ。あんた、なんなの、私も。ちょっと、トイレ行くわ、私も。もういい。思い通りにならないことに腹を立てながら、トイレに行くという彼。だが。大丈夫大丈夫、どうした、ちゃけるよ、うわ、やばい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 、やめてやめてやめて、やばいって。でもこうめっちゃ思わなくて、みんなイライラすんのよ、もう、うん、もうトイレぐちゃぐちゃだわ。もう何も触んないでよ。いけいけいけ、ちょっとこれやばいな。それあんたが悪いんじゃないの？いやいや、全然明日も行ってくれないし。そしたらもうちょっと今日一旦料金いいんで、今回料金いいんですけど、もうちょっとアクセルに来させらんないっすよ。どういうこと？暴れすぎだし、こんだけ暴れて僕思ってなかったんで、最初シャンパン入れてきたら嬉しかったけど、じゃあこれでアフターしてくださいとか、なんかひどすぎるんで、もう今回解禁いらないんで、出禁で、すいません。店の出禁とか壊れちゃう。なんかなんなのよ、さっきから。もういいよ、すいません。もういいわ、もう。じゃあ帰るわ。いや、すいません、本当。ありがとうございました。僕的にはなんかすごいいい人だったんですよ、最初の時とかも。めっちゃ話しやすくて、まあ、だけどちょっとシャンパン入れた瞬間ちょっと態度が変わっちゃって、まあ、ああいう状態になっちゃって、まあ、結構暴れちゃったりとかして、で、トイレの中は壊れてるというか、結構トイレットペーパーとか回す年とかぐちゃぐちゃで、で、なんかもう、こう撮影の感じとかも結構、まあ、もっといい風に撮れると思ったんですけど、結構ごちゃごちゃになっちゃって、ほんと
すいませんでした。もうマジでめっちゃ申し訳ないです。いや、こちらこそなんか、まあ、こっちから出してきたってなんで、逆に僕は時間がかかっちゃったので、すいません、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。はい。先ほどの事件の真相を聞いたスタッフは、おもむろに立ち上がり、数分後、スタッフが連れてきたのは、すいません、お待たせしました。え？なんでいいんすか？座らせても大丈夫ですか？はい。先ほど出禁になったあの男性。すいません。めっちゃ怖いんすけど。ちょっとじゃあカメラ回しますね。はい。まあ、さっきから回ってたんですけど実は。え？ちょっと僕からまず説明しますね。一連の下り全部ドッキリ。ドッキリですか？いやちょっと怖いっす。え？ドッキリ、はい、全部ですか？え、最初から、最初からっていうか、まず彼についても説明しますけど、僕の個人的な知り合いです、うん、あの動画それ本当なんですか？3億も3億はちょっと持ったしでも結構3億はさすがに持ってますけど、そうなんです、結構使っている方で、そうなんですね。そうなんですよ。すごっ。ちなみに言うと、シャンパンはこの後お支払いしていただくそうです。あー、あれこっちじゃないですか？こっち払えるんすか？よかった。いや、嬉しい。ちなみにさっきちょっとゆりさんも出たしてます。あ、そうなんだ。よりだるい。あんだけね、暴れてたのにすごい紳士的でね、うん、いや、怖かったっすけど普通にいや、最初マジでいい人だったんで、うわ、すげえいいお客さん、まあ来てくれて、ホスト TV の人マジで感謝だなって思ったんですよ、うん、YouTube 見てくれて多分来たってなったんで、あ、めっちゃいい人だなって思ったら、シャンパン入れた瞬間になんかアフターあるよね、あんたあんのよみたいな、怖すぎと思ったプロデューサーとしても、ホストとしても多分満点の、あ、本当ですか？あ、よかった。満点満点。怖いよ。いや、すいません、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。あ、よかった、じゃあ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったっす。じゃあ、仲良く、出禁はなし。はい。はい。本当に通うかもしれない。あ、ぜひ。本当に。はい。その時はもう完全にプライベートです。はい。ありがとうございます。すみません、ちょっと告知っぽくなっちゃうんですけど、なんかこの動画絶対伸びそうなんです。僕 TikTok 今すごい頑張ってて、水の水、樹木の樹、お礼の礼、北斗の斗で、水木レイトと、ひらがな水木レイトを TikTok で調べていただくと、僕のアカウントが出てくるんで、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。イケメンで本当にいい方なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひお願いします。バイバイ。